皆さんどうも、マキエです。今回はね、プニプニがついにね、3000万ダウンロード記念ということでね、まあ、3000万達成したということで、10連記念コイン3000がね、無料配布されたということで、今回もね、クロスエムが対象の10連コインらしいんでね、まあ当然クロスエムはね、狙ってガシ増していこうかと。で、一応ね、コインの中身確認すると、まあ今言ったようにね、クロスエムだったり、まあリュータとかね、前のなんだろう、3000日記念とね、ほとんど、てか同じコインっぽいけどね、まあとりあえずクロスエムだったりね、まあ強キャラ、極エマとか不動マとかね、まあその辺の強いキャラ、まあとりあえずね、トリゼとかね、ウルターゼット、まあダブゼとかもね、とりあえずね、出していきたいかなと。前回これ確かサーカル回してさ、Z しか出ないっていうね、悲しい展開だったから、今回はね、まずダブゼじゃ出していくわ。あと二次演出ね。で早速ね、本枠から、まだ受け取ってないから受け取って回していこうかと。今回もいつも通りね、参加で回していこうかなと思ってるんで、いや、ついにプニプニも3000万ダウンロードか、いや、いつ達成するんかなと思ってたんだけどね、いつの間にか、てか今日かな、うん、運営さんのツイートで気づいたんだけど、配布来てたわ。で、早速ね、本枠から10連いきますわ。頼むよ。やっぱニューついてないから前の配布コインと同じだね。いや、正直3000万はね、もっといいのくれるかと思ったけどね。まあこれもらえるだけね、クロスエムも出ればいい話ですから。頼むよ。頼むよ、つまんないよ。あ、まあ金ね。まあまあまあ。で、いや、金が1個だよね。じゃあ金タップするわ。あ、主家、もうダブゼの主家ならいいんだけどね。Z の主家はね、あ、待って。極楽に1個変わったわ。いや、まあまあまあ、Z ランク2体は悪くない引きなんじゃない。まあでも1個極楽になっちゃったけど。もうなんとも言えない引きだわ、ほんまかはね。じゃあ次、サバーカに移動しますわ。はい、というね、サバーカに移動したということで、じゃあ20連目かな、2倍目回していきましょう。いや、頼むよ。マジでまだダブデさえもね、見てないからね、このコイン。まあ、金だよね。1個やめて、金5個ぐらい。あ、2個。まあ、2個だっけね。じゃあ金、一応タップするわ。いや、もう獅子王はいらないって、止まって。いや、もう、テラノーグみたいなダメ化のキャラ来たわ。さあ、金はね、微妙だね。あの、なんか Z ランク赤からなんか言ってやれたから、まあ、さっきと同じく Z2 体だわ。いや、もうなんとも言えない。取れ高ゼロみたいな結果だわ、これね。じゃ、ラスト3日目移動しますわ。はい、じゃあ3日目移動したんで、いや、頼むよ。もうね、ダブゼ以上まず出て、もう最初取れ高とかクロスエム出すぞとか言ってたのに、もう出る気配がなさすぎて。さあ、金5個、10個。もう金全部来い。いや、もう1個。まあ止まるんだけど、いや、これ何かの間違いでクロスエムは出ないから、頼む。いや、そっちの鹿ね、次ね。うん、将棋鹿じゃない鹿を埋めていく感じね。あの、この鹿を地味にね、絶対加攻略とかで、自分はあんま使わないんだけどさ、サイズアップの大量消しだから、優秀ではあるんだよね。さあ、赤からは何が出る？あー、まあもうちょっとなんか、メビニアニアみたいなレアキャラ出た、地味にレアキャラ出たけど、あ、クロロツとかね、まあまあ優秀なキャラ出たけど、いや、これはなんとも言えない結果だわ。いやー、せっかくのね、3000万記念のね、無料配布。だったから、まあ、買い引きしたかったんだけど、いや、ま、正直このコインさ、Z しかほぼ出ないよね。本当にね、ダブゼがさ、一回も出ないんよ。うん、まあ、でももらえてる、無料で回せるだけね、まあ、楽しめたんでよかったかなと。いや、楽しめたかちょっとわかんないけどね。まあ、みんなのさ、ガシ結果とかもね、良ければコメント欄で教えてくればいいかと思います。はい、というね、今回は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。